助かない願いな。こちら正面に見えております噴水ですが、日本で初めての鉄道開業当時の横浜駅、現在の桜木町駅にありましたものと同じ形のものです。こちらはレプリカですが、名前を近代水道創設記念噴水塔と言います。これの北面の方は現在小玉駅にあります横浜水道記念館に保存されております。入れます。ありがとうございます。赤レンガ倉庫経由桜木町駅行きでございます。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、料金先払い100円です。はい、パスの追加し方が理由になります。ありがとうございます。はい、買いました。ありがとうございます。はい、100円でございます。この先とても急な下り坂です。お止まりください。 Please slope ahead. Please hold handrail. 次はバス停番号 T11 番元町入口バス停でございます。みなとみらい線はお乗り換えです。 The next stop is number C11はい、ありがとうございました。元町入り口でございます。恐れます。こちらでドア開きます。この先とても急な下り坂です。おつかまりください。 A steep slope ahead. Please hold handrail. 次はバス停番号 C11 番元町入口バス停でございます。みなとみらい線はお乗り換えです。The next stop is number C11, 元町入り口。Please change here for Nato Line. Thank you.
浅杉山マリンター前でございます。失礼しました。山手元町地区を後に山下地区へと進んでまいります。次はバス停番号 C12 番マリンタワー前、マリンタワー前バス停でございます。横浜人形の家へおいでのお客様はこちらでお降りください。遊覧も楽しめる水上バス C バス乗り場へはこちらが最寄りです。We drive from Motomachi to Seaside Area, Yamashita District. The next stop is number C12, Marine Tower Mile. Passengers for Yokohama Dome Museum, please get off here. Please change here for the sightseeing boat, Sea Bus. Yokohama Marine Tower は Yokohama 開港100周年を記念して建てられました。高さが106メートルのこの塔は世界で一番高い灯台としてギネスブックに認定されていましたが、航海技術の進歩により2008年に灯台としての役割を終了しました。現在もこの地区のシンボルとして親しまれています。Yokohama Marine Tower has been in the Guinness Book of World Records as the tallest lighthouse with 106 meters highAlthough Yokohama Marine Tower ceased its operation as lighthouse in 2008, it is a symbol of the Yamashita District. Thank you.左手車窓にあります建物は横浜人形の家でございます。世界141カ国からやってまいりましたお人形さん1万4000点がこちらには収蔵展示をされております。あ、ちなみに手前の建物違います。これ保育園です。100選に選ばれました山下公園通りに入ってまいります。こちらイチョウ並木が美しいことで知られております。またこちら右手車窓は山下公園でございます。この山下公園、関東大震災で出ました瓦礫を埋めて作られた公園でございます。昭和5年の開園でございます。次はマリンタワー前でございます。はい、ご利用なければ通常いたします。次はバス停番号 C13 番山下公園前、山下公園前バス停でございます。中華街へおいでのお客様はこちらでお降りください。こちら左手車窓にありますお店、エッグスンスイングスといいまして、パンケーキを食べさせてくれるお店でございます。このお店、いつもこのように行列ができております。お客様の話によりますと、この行列に並んでまでも食べる価値があるというお話を伺いました。まあ、そのお客様というのは私の娘ですけども、はい、次止まります。中華街方面おいでのお客様いらっしゃいましたら、この交差点左方向へお進みください。中華街東門までは222メートル、普通に歩いて3分18秒、元気いっぱい歩いて2分42秒、ラブラブで10分でございます。ありがとうございました。山下公園前でございます。はい、開きます。